西区の私立保育園から園児がいなくなり川で溺死した問題で、市議会では市の対応に厳しい声が相次ぎました。ご心配ご迷惑をおかけしておりますことを深くお願いします。広島市は市議会に園児が死亡した経緯と再発防止を報告しました。議員からは原因究明や再発防止の検討が遅いなど厳しい声が相次ぎました。どんなリスクがあるのかということは、もうこういう事件が起きたんですから、次のその時にきちっと対応して、そこは大丈夫か、どういうふうになってるかっていうのを実際に行ってみたりですね、そういうことを本来しなきゃいけないんじゃないでしょうか。まあ、そういうハードウェイもですね、もう一回しっかり見つめ直していかないといけない。ゼロベースでですね、あらゆることを見直していく必要があるというふうに。議員からは、亡くなった園児の保護者への丁寧な説明や、他の園児の心のケアなどを求める声もありました。昨日、園児が通っていた保育園では、保護者説明会が開かれました。保護者からは、園児がすり抜けた可能性が指摘される植え込みの隙間について、ネットではなくフェンスの設置を求める声などが上がったということです。市の方もね、深く反省して真相を解明するというふうに思っておられますんで、それを見守るしかないでしょう。昨日までに市は市内にある全514の保育施設に安全管理上の問題がないか調べるよう通知を送りました。園児の死亡について市は外部の専門家による検証委員会を設置し、再発防止を進めていく考えです。